ここからは新たな美が誕生する瞬間を伝えるビューティーモーメント。今回は高品質高機能な男性向けスキンケアメイクアップブランド資生堂メンからメンズメイクを紹介。メンズノンの専属モデルとして活躍する守屋浩二が実際にメンズメイクに挑戦。レクチャーするのは男性向けの商品開発も手掛ける資生堂ヘアメイクアップアーティストの新庄輝明。今日はですね、守屋さんに、実際にこう資生堂メンのアイテムを使っていただいて、あのメンズメイクを試していただこうと思っていますが、はい、普段からメンズメイクを試されたりしていますか？そうですね、自分でもやっぱり職業柄触れることも多いので、自分で軽いものはやったりすることはあるんですけど、そう細かく詳しくどうやったらうまくできるのかなっていうのはあまり自分でよく分かってないので、今日ちょっと教えていただけるということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。男性肌に特化した先端の皮膚科学研究から誕生した資生堂メン。資生堂自体がですね、100年間実は男性肌を研究してきているっていう実績と、さらに今日ご紹介するアイテムは資生堂のヘアメイクアップアーティストが監修した商品になっているものになりますので、実際に試していただきながらその使い方などお伝えさせてもらえたらなと思います。はい、ではまずバイブラント BB モイスチャライザーを使って全体を自然な肌色に整えていきます。まずはですね、指先にパール粒1粒分ほどを出していただいて、こちらを顔の5箇所に置いていきます。両手を使って頬の広い部分から全体にこうクリームを伸ばすような感じで塗り広げてください。すごい軽いですね。あんま塗ってる感がしなくて、塗り上がりもすごい綺麗に仕上がってると思うので。メンズメイクアップアイテム2つ目はターゲティッドペンシルコンシーラー。目元やひげの目立つ鼻下や顎のラインに直接塗布し、指先で境目をなじませる。今日は守屋さんのお顔に合わせてミディアムという色を選ばせていただいてるんですけど、他にもライトとダークっていう3種類に3色の展開になっています。では次はですね、こちらのアイブロウフィクサーデュオを使って眉毛の形を整えていきたいと思います。特徴としてあえて色づきを浅くしているっていうところが特徴なので、軽いタッチで眉の形を簡単に整えられて、初心者の方でも失敗しにくいアイブロウになっています。で、眉が描き終わったらですね、今度は反対側のこちらを回していただくと、こちらにコーティングジェルがついています。で、こちらを使って最後の仕上げとして眉頭から眉尻に向かってこう毛を溶かし込んでいくことで、眉の毛流れをキープすることができます。ではメイクの最後として、こちらのモイスチャライジングリップクリエイターのティントタイプを使用していきたいと思います。まず一度全体にこうしっかりとなじませるように塗っていただいたら、縦にですね、唇の縦じわにもしっかりと潤いが届くように縦塗りをしていただくと、より保湿されていきます。滑らかにすぎる、簡単に塗れますね。あと、この何よりこの見た目の感じですよね。マットブラックのこの感じはシックなので、結構こうリップクリームとかポッケからポッと出しても全然こうなんかこう違和感なくというか、気にせずかっこよく使えるなっていうところもおすすめですね。これでメンズメイクアップが完成。紹介したすべてのメイクアイテムはこのフェイスクレンザーで落とすことが可能。資生堂メンのメイクを最後使った感想をお伺いしたいんですけれども、いかがでしたか？そうですね、今日使わせていただいたのはたった4つだけだったんですけど、この4つを使うだけでも自分の顔の印象をすごい変えることができたし、やっぱ資生堂メンのアイテムは、身だしなみを整えていくっていう、一環としてルーティン化もしていけるのかなって思いましたね。自身でも日頃からスキンケアやボディケアに力を入れている守屋。さらに服飾に関する修士号を取得した経歴を持つなど、さまざまな視点から美を追求している。最初に人が見るのって多分大体顔、相手の顔を見ると思うので、自分の顔がなんていうんですか、スキンケアとかメイクで綺麗になったりかっこよくなったりすると、やっぱ洋服もそれに合わせて似合っていく度合いも高くなっていくのかなって個人的には感じるので、相乗効果じゃないですけど、今日使ったメイク道具だけじゃなくてスキンケア系のアイテムはすごいたくさんいいのがあるので、ぜひそういうたものを、
使ってみてほしいなって個人的には思います。このメンズメイクのダイジェスト映像は番組公式 SNS でも公開。ぜひ SNS をチェック。